トランプ前大統領は2月28日にアメリカ最大級の保守派のイベント保守政治行動会議 CPAC に出席し演説を行う予定です。トランプ前大統領は全米の保守派政治家や要人が参加する年次イベントの最後を飾る演説で共和党の未来を語るとトランプ前大統領の上級顧問を務めたスティーブン・ミラー氏が明らかにしました。2021年保守政治行動会議 CPAC は 2月25日からフロリダ州オーランドで4日間開催されます。CPAC のコミュニケーションディレクターのイアン・オルターズ氏は、エポックタイムズに対し、トランプ氏が会議の最終日に基調講演を行うと述べました。また、スティーブン・ミラー元大統領上級顧問は20日、ニュースマックスに対して、トランプ氏は共和党と保守運動の将来や、アメリカ第一主義、アメリカファースト政策への支持が高まっていることや、 2022年および2024年の選挙を共和党がいかに勝ち取るかについて演説する予定であると語りました2月16日、トランプ氏は上院共和党院内総務のミッチ・マコーネル氏を痛烈に批判する声明を発表しマコーネル議員のようなリーダーの下では共和党は成功しないだろうと述べましたアメリカ世論調査会社ラスムセンレポートが20日に発表した最新調査報告によると 共和党の有権者の73%が共和党はトランプ氏のように、党氏のように振る舞うことを望んでいます。アメリカ最大の保守派組織、アメリカ保守連合 ACU が主催する保守政治行動会議 CPAC は毎年数百人の保守派の連邦議員や要人が参加し、トランプ氏も頻繁に参加していました。 トランプ氏は2020年の会議で、その年のメインテーマである社会主義の影響力の高まりに反対する演説を行い、左翼急進主義のアジェンダ及びそのアメリカへの影響を警告しました。The トランプ氏は2月17日、 ニュースマックスのインタビューで、新政権に対する考えを語り、バイデン政権の中京や不法移民に対する姿勢を批判しました。また2020年のアメリカ大統領選挙に言及し、不正操作され選挙は盗まれたと指摘しました。YouTube はトランプ氏のこの最新のインタビュー動画をまたもや削除しました。これは保守派を抑圧するための Google の最新の行動となりました。NTD ジャパンがお伝えしました。